当にもう教室を開業しようと思っていたんですけれども、そのもう本当にゼロからのスタートだったので、何をしたらいいのか、どんな準備をすれば生徒さんも来てくれるのかっていうのも全くわからない、ゼロの状態だったので、そういったことが悩みでした。やっぱり先生のお人柄とかもありますけれども、本当にもう何でもできてしまうっていうところがすごくポイントで、もうその集客の話だけでもなくて、そのウェブの知識とか、ホームページのこととか、本当にいろんなことを教えていただくっていうところと、先生のやっぱりその優しいけれども厳しいお人柄っていうのもすごい信頼できるポイントの一つかなと思ってます。本当に親しみやすい方だなといつも思ってます。本来ならば、私のコンサルの方のイメージっていうと、本当にもう集客だったら集客、Facebook とかいろいろありますけど、一つのことに特化した方っていうイメージがあったんですけども、高子先生はやっぱりそうではなくて、そのやっぱ集客面だけじゃなくて、その例えばホームページの作り方であったりとか、写真の撮り方であったりとか、それだけじゃなくても本当にいろんなことを一つの場でたくさん教えていただけるっていうのが、やっぱり他のコンサルの方にはないポイントだなと思って、もうぜひお会いしたいなと思って申し込みをさせていただきました。もちろんそのビジネス面のことでもすごく学びをね、たくさんいつも教えていただいて、本当にありがたいなと思っているんですけども、それだけではなくて、その気持ちの面ですね、マインドの面とかでも、すごいやっぱり何かこう仕事面とかでやっぱり悩みとかできたりすると、やっぱりその相談するとすごい的確なアドバイスをいつもくださるので、そういった面ではやっぱりどちらかというと以前はネガティブなちょっと思考な部分があったんですけども、高子先生にお会いしてからすごいやっぱり気持ちがプラスになるっていうことがすごい多くなって、そのメンタル面ですごく強くなったかなっていうのがすごい自分も実感しているので、もういろんなことを教えていただけるっていうのも一つですけれども、そうやってやっぱ気持ちの面とかでもご相談ができるので、そういったところもすごくおすすめなポイントかなと思ってます。